ここに関してはどんな風にご覧になりました？あのタッチ位置守備のやり方という部分ではその 4-4-2 ではありましたけれども、まあ、特に水戸選手注目にも挙げましたけれども、グランダーでボールを配球しました。松田です。この選手は縦への突破が非常に素早いものがありますが、パスを選択、後ろから水戸が来た、水戸俊介、新潟に漂っていた停滞ムードをこの20歳の水戸が振り払いました。ホーム15位の新潟が先制です。ここから誰にも疲れない位置から斜めにランニングして入ってくるんですよね。相手の背後をつきながら、もうこのランニングですよね。そして小見のワンタッチ、インターセプトは狙えなかったんですけれども、相手がターンするのに対して離れなかったんですよね、はい、で逆にボールが離れた瞬間に体を入れに行った渡辺、素晴らしいです。テンポが出てきた、後ろから荒井打つ、今度飛び込んできたのはサイドバックの荒井です。新潟追加点が入りました。この後ろから、いやこの立て続けのゴールは新潟にとっては大きいですよね。まあ、ここは人目よくテンポよく動かした後、この追い越していった新井のランニングそうですし、中に切り込む、うん、グランダー後ろからまた来た、水戸俊介打つ、これはナイスキーパー大迫です。じわりじわりと相手陣内深くまで侵入します。右足で上げる、このボール打つ、小島止めた、ナイスキーパーです小島亮介。いやよく止めましたね今、まあ、このボールに対して少し6位広島と15位新潟の一戦です。差し込んだ、前向いて小見洋太、これはサイドネットところがこうしっかり耐えれてる要因ですかね、はい、おお頭でつなぎましたグスタボ・ネスカウ、抜け出した谷口、谷口、おっとここよく戻りました佐々木、佐々木よく戻りましたね。ただそこをいい守備から奪いました新潟、谷口からグスタボ・ネスカウ、逆サイドには松田もいます。秋山絡んでその逆サイドの松田、松田が前向いてシュート、ナイスキーパー大迫、はい、広島もまだありますよ、はい、目安の5分回りました。住吉打つ、小島セーブしました。ここもゴールに鍵をかけます守護神の小島。それに対して両キーパーの良いセーブっていうのも目立ちますね。ここで試合終了の長いホイッスルです。2対0でホームの新潟が勝利、リーグ戦6試合ぶりの白星。